大場です。大バランチャンネルへようこそ。ゲストに飯塚翔太選手と飯塚です。中央大学の2年生藤原です。ホープ藤原ひろと君、お願いします。ひろと選手来ていただきました。はい、今日はですね、おっさんマラソンランナーがこの2人に 50m 対決を申し込みます。いいっすか？やりましょう。もう今ねだいぶ練習して体ウォームアップ、だいぶ仕上がってますから、バッチリ仕上がってます。はい、キレキレ。しかもスパイクでショートダッシュした後なんで一番いいっすよ今多分。オリンピック選手と、はい、あと将来のホープ、 U20 世界選手権金メダルありがとうございます。 100m の記録が10秒08、10秒37、やばい、恥ずかしいかも。12秒99、12秒で乗ったんすね。そうですね、数年前ですね。あのね、もうハンディもいらないですよ。もうやっぱりガチンコですね。なんでかんで言っても私もねスプリンターだったんで、あんまり差つかなかったらごめんなさい、はい、ちょっとやっちゃいますから、ね、やっちゃいますから、はい、めちゃめちゃ全力でいきます。めちゃめちゃ全力で、勝負は全力でいきますね。私も全力でいきます。お願いします。お願いします。行きましょう。行きましょう。お願いします。男子 50m 決勝、注目の日本人対決。入念にウォームアップ、大場調子良さそうですか？大場選手はね、元サッカー部フォワードで、はい、足は速い方だったんですが、これはさすがにね厳しいでしょう。なるほど。藤原は昨年 U20 世界選手権 4×100m 優勝メンバーの一人、注目の中央大学2年生。注目ですね。リオオリンピック銀メダルリレー侍飯塚。大場選手ね、はい、これ見よう見まねでやってますね。そうですか。これ何測ってんのか分かってないでしょ、これね。えこれやってるね、これ。はい、シューズも完全長距離用ですね、これ。おアシックスノバブラスト3チャンスですね。なるほど。彼ね、はい、長距離ですからね、スターティングブロックなんか使ったことないですよね、おそらく。舐めてますよね。大場、果たして勝機はあるのか？ないでしょう。さあ男子 50m 決勝、藤原 100m のベスト10秒37。これからが楽しみです。大場はフルマラソンのベスト3時間17分25秒。桐生選手の真似かなんかですかね。飯塚の10秒08は日本歴代10位タイの記録。3大会連続オリンピック出場、現役にしてレジェンドですね。19歳藤原、31歳飯塚、その間に43歳大場、くしくも全員羊年なんですね。43歳がどう絡むか逆に楽しみですね。43歳市民マラソンランナーが世界で戦うスプリンターにどう絡むのか、あるいは絡めるのか。注目の 50m 決勝、まもなくです。大場選手、画面に残れるといいですね。はい、スタート後の加速に注目です。セット、一斉にスタート。飯塚、藤原すでに出ている。大場選手遅っ。飯塚出た。飯塚一着。大場フレームアウト、フレームアウト。最後画面から完璧外れてましたね。リプレイでご覧ください。大場選手ね、セットポジションまでは意外に悪くないですよ。スタートは三者いいスタート。いや、大場選手ね、スターティングブロック全く使えてないですよ。ただここから最初の3歩で勝負ありですね。飯塚選手、藤原選手はさすがの走りですね。そして1着飯塚、速報タイム5秒22。2着藤原、そして完全フレームアウト大場3着。最後胸突き出してじゃないんすよね、これやってますけど、もう遅いんすよ、完全にバタバタして。公式記録です。飯塚5秒22、藤原5秒45、そして大場6秒22。これ距離 50m ありませんね。ほう、 50m でこの記録ありえませんから。なるほど。 50m 弱ですね。大場はシーズンベスト出してきました。いやね、これ1本だけなんだからね、当たり前ですよ。どうすか、近かったんじゃない？近かったんじゃない？どうでした？それちょっと見ましょうか。ってことはやはり、さてさて、どうでしょう。ちょっと食らいついたかな。大場さん、スタート構えてた時の存在感ありましたね。存在感ありました、この感じの。目に入ってました、これ。黄色いね。入ってた、目に入ってた。じゃあ順位は？順位はどうでしょう。1位。負けました。負けました。勝った。勝った。1勝。いや、それはね、それはね、オリンピック選手と将来のホープ、ね、勝てるわけないですよ。
これ負けたらやばい。勝てるわけないですよ。いやね、あの皆さんにはこの2人がどれだけ速いのかっていうのを本当に見ていただきたくて、あの翔太くんと、ありがとうございます。あと藤原くん、私おじさんこれ1本でもヘロヘロでもパンパンですんで、いや本当に時間を取っていただいてありがとうございました。いや、ありがとうございます。こんな私のためにね。これまた毎回ハワイに来るたび勝負してやりましょう。ちょっと毎回ちょっとね、あの時間で、あの映像でタイムをちょっとあですね出しておいて、はい、私がどれぐらいなのか、皆さんがどれぐらいだったのか、はい、ちなみに今何パーセントぐらいでした？今は結構出しました。9割ぐらい。マジで全力出してます。マジで、はい、対決では珍しいスピードですよ。マジっすか、はい、すいません。練習良かったんで、練習後で私も 100% 出しました。全力で。いや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 、これは貴重です。良かったです。本当に楽しかったですよ。申し訳ないですよ、本当に。飯塚さん、勝ちかったですね。この2人でバチバチ出したの。密かに狙ってて。藤原君がバチバチだった。この対決の前の練習で結構バチバチでやってたの。偉大な先輩の。とんでもいいからか。打とうと思った。よかった、勝って。これから頑張っていきましょう、また。ありがとうございます。次の対決も。また対決も。お願いします。2本目もやる、また違うルールで。次やりましょう。やりましょう。よし。頑張ります。いろいろもう対決、いろいろなルールで、はい。ありがとうございます。それじゃあ、また。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあ。